姫ピック FM 元気がお届けする姫路の最新情報姫ピック。今週のピックアップ情報はこちら。マイナポイント申し込み支援イベントが開催されます。姫路市ではお買い物で使えるキャッシュレス決済サービスのポイントがもらえるマイナポイント事業の申し込みに必要な手続きや、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録、給付金などを受け取るための公金受取口座の登録の手続きを支援するイベントを開催します。またマイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申し込み期限延長に伴い、マイナンバーカードの申請サポートも同時に行います。マイナポイント申し込み支援イベントは7月29日日曜日、夢タウン姫路5階特設会場、2月12日日曜日、イオン姫路店2階特設会場、2月23日木曜日、イオンモール姫路ヨーツ1階オアシスコートで、いずれも午前10時から午後4時まで開催されます。参加希望の方はマイナンバーカードの交付時に設定した数字4桁のパスワード、マイナポイントを受け取るキャッシュレス決済サービスの登録番号がわかるもの、公金受取口座の登録をする場合は登録する口座情報がわかる書類を用意してください。各日とも午前9時30分から整理券が配布されます。混雑状況によっては案内まで長時間お待ちいただく場合がありますのでご了承ください。詳しくは姫路市政策局デジタル情報室、電話079-221-2167までお問い合わせください。姫ピック、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。